こんにちは、小次郎です。ずいぶん久しぶりのナレーションになります。これは延岡市内の川で取ってきたカゼトゲタナゴと、麦つくと、糸もろこ、川むつ、追川、カマツカなどの淡水魚です。延岡市内はタナゴの種類が非常に少なくて、北側にいる数少ないバラタナゴ、それから南部の方の川の名前は言えませんがカゼトゲタナゴ、この2種類しかいません。あと、毎年春になると産卵するために集まってきたヤリタナゴとアブラボテが市内の一箇所かな、そこの場所だ、なぜか集まってきて産卵を行います。ヤリタナゴとアブラボテ、延岡市内では4種類のタナゴのみの生息になります。カゼトゲタナゴは2箇所、延岡市内では生息場所がありますので、両方とも場所は言えませんが、その2箇所が、子どもたちの幼魚の数も確認できてますので、産卵は無事進んでいるんじゃないかなと思います。それから、バラタナゴの方も、もともとは少し大陸バラの血が入っているという話も聞いております。私が、採集してきたバラタナゴは、ほぼ胸びれの先に白線の縁が見えますので、やはり大陸バラ系が強いのかなと思います。はい、もうしばらくするとヤリタナゴとアブラボテの産卵をしている場所を取りに行きたいと思ってますが、なんせ今は、川の流れがだいぶ変わっているのと、ずいぶん川が変わりました。生息場所もずいぶん変わってますし、深みも至る所にあるし、今まで背があったところも背がありません。砂のいや泥の底もだいぶ変わっていますので、変わってるんじゃないかなと思います。なんせ行きと帰りには信じられないほどの山かがしと、それからとイノシシの気配も感じますので、行きと帰りが非常に危険です。まあそういう危険なところですので、一般の人はまず来ない、まあ行ったら危ないですね、行かない方がいいですよ。あと山ダニとか、そういうものもものすごい数います。スズガムシとかですね、フード病と言われるそういう危ない虫たちもいますので、一般人はほとんど近づかない方がいいと思います。行ってもその場所をよく知っている人、よく分かっている人じゃないと